姉ちゃん、お姉ちゃんってば。兄、こっちまだ夜中なんだけど。あ、ごめんごめん、時差のこと忘れてた。こっちはちょうど朝日が昇ったとこ。めちゃくちゃ綺麗だよ。よかったわね。彼氏と海外旅行だっけ？楽しんでね。私、明日も仕事だからもう寝るわよ。もうちょっと話聞いてくれてもよくない？せっかく仕事で忙しいお姉ちゃんにも旅行気分プレゼントしてるのに。そんな仕事一筋だと、ともきさんにも捨てられちゃうぞ。何言ってんのよ。ともきとの結婚式と新婚旅行のために働いてるんだから、向こうもわかってるわよ。ともきだって私と同じように頑張って働いてくれてるし。そうなの？ともきさんも忙しいんだ。泊まり込みで仕事してるわよ。さっきもやっと仕事終わったとこだって連絡あったし。体壊さなきゃいいけど。あ、そうだ。お姉ちゃん、お土産何がいい？何でもいいわよ。私にお土産買ってくるお金あるなら遊びなさい。海外旅行なんてそうそう行けるもんじゃないんだし。確かに、お姉ちゃん優しい。ありがとう。好き。はいはい、そういうのいいから。彼氏と楽しんできてね。じゃ、本当に寝るから、おやすみ。はいはい、おやすみ。あや、聞いて。お姉ちゃんに LINE したら、のんきに寝ようとしてた。結婚式と新婚旅行のために働いてるって、バカみたいじゃね？その婚約者、今私と旅行してんのにさ、ウケるんですけど。帰国したらご飯行こうよ。詳しくは、その時話すから。は？婚約者ってトモキ？そうそう、トモキさん。あれ？親に名前教えてたっけ？私、アキだけど。え？ミキ、あんた彼氏と旅行って、トモキとってこと？あれ、お姉ちゃん、まだ寝てなかったの？夜更かしは、お肌の大敵なんだからもう寝なきゃ。いや、ことと次第によっちゃあんたが私の天敵になるから。あ、スクショ撮ってるから、メッセージ消しても意味ないよ。いやいやいや、冗談だよ。友達とふざけて、お互いの知り合いの婚約者を奪ったっていう妄想ラインだよ。どっちがリアリティやるかっていうゲーム的な？的な的なうるさいから、あんた、高校の時も友達の彼氏奪って、しらばってたでしょ？やりかねないわ。で、で？ともきとはいつから？まさか両家顔合わせの時？もうめんどくさいな。そうやって可愛げもなく淡々としてるから、ともきさんに捨てられるんだよ。お姉ちゃんって昔からそうだよね。私がお姉ちゃんのぬいぐるみとか、服とか、コスメとか取っても、平気ですって顔してさ。いいお姉ちゃん面すんなよ。気持ち悪い。ミキ。いや、LINE だから冷静に文字打ててるけど、内心、動揺すごいから。自分の婚約者が妹と旅行してるとか。たまきさんも、お姉ちゃんより、私の方が可愛いって言ってくれてるし。ごめんね、お姉ちゃん。でもいいよね。お姉ちゃんだもんね。ってことで、結婚はなしだって。今、ともきからも LINE あった。ミヒと結婚したいからって。やだ、どうしようかな。正直、結婚とかは考えてなかったけど。まあ、ともきさん、優しいし稼いでるし、将来安泰だよね。ミヒ結婚する気？まあ、考えてあげてもいいかなって。お姉ちゃんより先に、結婚とかさすがに悪いと思うし。婚約者奪う方が悪いんだけど。ね、分かってる？婚約破棄だよ。結婚式も新婚旅行も決まってたし、そのキャンセル料と慰謝料請求するわよ。分かってる分かってる。別にそんなの私の分もともきさんが払ってくれるし。そう、お母さんたちには言ったの？まだだけど、帰国したら言うつもり。お母さんたちが許すわけないじゃない。あの二人が曲がったこと大嫌いなの知ってるよね。え？別に曲がってないじゃん。まっすぐに愛し合ってるもん。それに、親が許さなくてもよくない？私とともきさんの問題なわけだし。まあ、お母さんたちが縁切るって言っても、別にもう子供じゃないし、困ることもないしね。なんでそんな風に育ったの？お母さんもお父さんも悲しむわよ。だから、そんなの関係ないし、知らないってば。
娘の幸せ悲しむ親の方が間違ってるでしょ。あ、そうだ、結婚式とかキャンセルするのもったいなくない？私が代わりにあげてあげるよ。新婚旅行も私が代わりに行ってあげる。そうだよ、めっちゃいいじゃん、そうしよう。そんなわけにもいかないでしょ。契約は私とともきの名前なんだし、新婦入れ替えなんてバカなこと考えないでよ。ただでさえバカなことしてるんだから。バカじゃないです、婚約者を奪われる方がバカなんです。まあとにかくお姉ちゃんは新しい恋人を探してね。妹のために稼いでくれる旦那様を見つけてくれてありがとう。あらびれる様子もないのね。え、悪いとこなくない？しいて言うならお姉ちゃんより先に結婚しちゃうこと。知らなかったお姉ちゃんが悪いんだよ。ともきさんが私のこと好きになっちゃったってこと。わかった、じゃあともきに部屋の荷物全部実家に送るって伝えといて。解約しとくから。あ、いいよいいよ、そのマンションめっちゃいいじゃん。お姉ちゃんだけ引っ越して私が代わりにそっちで同棲するから。あんたどこまで私の代わりやろうとしてんの。さすがにここは私の名義で借りてるから無理よ。同棲したいなら新しく部屋探せば、もしくはこの部屋退去した後に新しく契約すれば。ああ、それもいいかもね。一回クリーニングしてもらってお姉ちゃんの功績なくしてから入居もありね。それかもっといい物件探そっかな。ともきさんならどこでも借りれるだろうし、むしろもう夢の一戸建てマイホーム買っちゃうかも。その辺はそっちで話し合って、私はもう関係ないから。手続きはこっちでやっとくから、帰ってきたらすぐ入籍できるわよ。結婚おめでとう。お姉ちゃん優しい、さすが大好き。そんな薄っぺらい大好き聞くのもこれが最後ね。もう連絡してこないで。お姉ちゃん、お姉ちゃんってば。あ、ブロックするの忘れてた。たった一人の妹をブロックするなんて許せないから。っていうか何これ、どういうこと。何が。バカじゃないんだからちゃんとわかるように文章打ちなさいよ。全部よ全部。結婚式には誰も来ないし、結婚したらトムキさんの両親と同居だし、何よりトムキさん全然働かないじゃない。今さら。私とトモキの結婚はなしになりましたって招待状を出してた人には連絡したし、その後ミキたちは結婚式の招待状出さなかったの。出さなかったわよ。アキとミキたった一文字しか合わないし。たった一文字って、人一人まるっと入れ替わってだいぶ違うでしょ。っていうか同居の話聞いてなかったの。何も、結婚したら一軒家で暮らそうって言われただけで。はあ、同居の話された時に私が嫌な顔したからかな。だからミキには黙ってたのかもね。こんなの騙し討ちじゃない。大体なんで同居なのよ。家賃浮くだろって言われたんだけど。トモキさん働いてたんじゃなかったの。トモキフリーターだけど。え、まだ気づいてなかったの。トモキ結構前にリストラされてからずっとフリーター。リゾートバイトとかで1ヶ月くらい働いてしばらく休んでの繰り返し、だから貯金もそんなになかったし。待って、だってお姉ちゃんめっちゃいいマンション住んでたじゃん。同棲だからてっきりトモキさんが全額負担してるか折半してると。だから名義は私だったって言ったよね。私が住んでたとこにトモキが転がり込んできたの。家賃も生活費もだいたい私が出してたわよ。まあ休んでる間は家事やってくれてたし、私が稼いでトモキが主婦でもいいかなと思ってたけど、さすがに同居はちょっと嫌だったから喧嘩しちゃって、多分それでミキに目をつけたんじゃない。え、なんで、どういうこと。主婦、私が主婦じゃなくて、トモキさんの稼ぎで楽して暮らせるって思ってたのに。まあトモキも嘘はついてないでしょ。よかったじゃん、新婚早々一軒家で暮らせて。違う、こんな古い家なんて嫌。お母さんもお父さんも何もしない人なのよ。トモキさんだって家事しないじゃない。どうなってるの。はあ、まああのご実家じゃあね、専業主婦も難しいか。
どういうこと？マンションの頃は私が買い揃えた食洗機とか乾燥機付きの洗濯機とか家電が充実してたけど、実家家電全然ないもんね。だからともき、便利家電使った家事ならできるけど、便利家電のない家事はできないわ。料理も炒めれば OK のお惣菜セットを盛況で頼んでたから簡単だっただろうし。なんなのそれ、結局家事もできない仕事もないクソ野郎じゃない。確かにあの頃は仕事も忙しかったし、なんとなく生活できてたから、ともきの優しさだけで結婚決めちゃってたわ。え、ミキ、まさかそれを私に教えてくれるためにともきのことを奪ってくれたの？ミキ優しい、ありがとう、大好き。そんなわけないでしょ、こっちは想像と違いすぎて戸惑ってるの。お金がないから私働かされてんのよ。知らなかった、ミキが悪いんだよ。ともきがフリーターで両親と同居がマストだったって。そんなこと言わないだよ。そうだお姉ちゃん、そんなに稼いでるならお金ちょうだい。結婚式と新婚旅行のお金がまだ払い終わってなくて。え、なんであげる前提なの？それは自業自得なんだから、ちゃんと自分たちで払ってよ。あと慰謝料もね。自分たちって今私しか働いてないのよ。しかもお給料全部お母さんたちに取られちゃうし。お姉ちゃんでしょ、妹のこと助けてよ。小さい頃はお姉ちゃんだからと思っていろいろ目をつむってきたけど、もう大人なんだし自分でどうにかしたら。それが責任っていうのよ。じゃあせめてお父さんとお母さんに連絡取ってよ。連絡しても無視されるし、嫌も入れてくれないし、会ってもくれないんだよ。それだけのことしたんじゃない？曲がったことが嫌いだって言ってんのに、自分たちはまっすぐ愛しちゃってるとか言って、親が反対しても関係ないってそっぽ向いて結婚式勝手にあげたくせに。困ったら助けてって虫が良すぎ。いくらバカでもそれがどんだけ曲がったことくらいかわかるでしょ。謝るから、ちゃんと謝るから助けてよ。ごめん無理、私あんたのお姉ちゃん辞めたつもりだし、もう連絡もしないでって言ったよね。お金に困ってるならたまきも働かせればいいじゃん。今後子供もできたら大変だよ。思いギリギリまで働いて、とんでもすぐに働いて、きっと子育てしながら働くのはあんた一人。そんな、どうすればいいのよ、もう手遅れじゃない。え、まさか。できたわよ、こんなことになるならともきさんと結婚なんかしなきゃよかった。何が何でもともきを働かせれば。あれが最後のお姉ちゃんのアドバイスよ。それじゃもうこれで本当にお姉ちゃんを辞めるから。自分の人生なんだから自分で何とかしなさい。いつまでもお姉ちゃんが優しいお姉ちゃんだと思わないで。ごめんお姉ちゃん、ごめんなさい。ミキはやっと危機感を抱き、無理やりにでもトモキを働かせながら自分も働き、お金を捻出しているそうです。毎月少しずつですが、私の口座に慰謝料が振り込まれているので、二人とも少しは反省しているのかなと期待しています。ちなみに、トモキへの制裁は、実は私より気が強くて、こうと決めたら曲げない性格の妹を嫁にした時点で完了しているので、大嫌いな働くことを強いられ続ければいいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。